対する父嫌い者に対するあのもうおぞましいね差別を考えてごらん。あれはね本人と子供は悪いじゃなくて、あれはまさにね政府の施策がやったことは子供に直接通じちゃってこうなっちゃうわけですよ。安全だと言うけど自民の心は安全じゃないと思ってるから、それが思ってる。そしたらやっぱりデカ押しされた危険種となって、あの安全キャンペーンの結果がああいう形になるわけ。そのことを福島の民たちはみんなそう思ってる。非常に苦しい立場どういうだと思う。依然としてやっぱり作られたもののやつを全量計算やっても、まあいいかげん、ちょっといいかげん、まあ、ともかくないのに関してはやっぱりちゃんと出してきて、ちゃんと企画を出して、それで経済的に支えてあげるっていう政策なしに簡単に全量検査が通過したから売っていいんだなっていう、そういう政策がないんですよ実際に。だからそこら辺の本当の意味でのなんていうかな、安全安心キャンペーンの本質的な意味ね。でしかも安全安心じゃないところに安全安心キャンペーンをやってるから余計苦しむわけですよね。それで風評被害がものすごいことになって、あんな驚くべき人民の中でもそういう形になってくることに対して本当に反応しなきゃならない。安全安心ではないけども、それを安全安心するためにどうすればいいのかという形での問いかけをするしかないんですよ。だからそのうち自殺されるというのは本当に悲しくて実際にはいっぱいある話だというふうに思っています。やっぱり福島圧倒的のみですから、圧倒的のみ100万人で100万人で半分ちゃうから、農業生産も圧倒的、農業、さっきも言った果物ありとあらゆる果物 の農産、それが本当に毎年取るか取らないかとか、あの畑をどうするかということをずっとみんな考えて生活するっていうのが現在も続いてる。大丈夫だって言ってるけど、こんなん出してどうするか、売れるだろうか、福島さんって書いたら売れないじゃないか、このことをずっと続けてるということが現実なんです。それに対するこの安全安心期間復興キャンペーンの実質的な力を持ったキャンペーンが現在続いてて、被爆の強制をやることによってますますその上に苦しさを倍化させてるっていうのが今の福島県民に対する現在の施策の現実だというのを、本当これを打ち破るための運動を本当にやらなきゃならないというように本当に思いますね。その農民のことを考えるとますます。農民だけ高いかってそうじゃないですよ。実際には、ね、農民の人はそれほど、ね、課税住宅に入ってないんです。やっぱり生活するから結構近くに残ったりするんですよね。課税住宅にいる人とか避難所でやっぱり農業職業のない方が圧倒的に多いんで、だから余計に帰るっていうことだけがもう最大の望みになっちゃうでしょ。当たり前ですよ、40年50年住んで80年住んだところに帰れないっていうのを考えて、それで6年いたらみんなおかしくなっちゃいますよ普通は。それの厳しさですよね。その厳しさを分かってほしいというふうに思います。でみんな福島県民みんなそうですからね、常に風評被害と戦いながら、風評被害本当に福島に行って避難したら車バーンと流れるの、こんな人もいっぱい出てくる。本当にね許せない。でこういうキャンペーンにも乗せられて福島を本当に風評被害で売り上げされた人は本当にもうみんなの力で打ち返す以外ないという。こんないい町の人たちをこんないい 県民をさみんな工場で移してるんだということを常にもう信用しながら考える。じゃあそろそろ最後の一つということで、主催者からですして教えていただきたいんですけれども、汚染水がですね、さっき写真で出てたようにもうタンクがどんどん増えて、もうなんかあれ以上建てる場所がもう、私が新聞で見たの数ヶ月前にもう建てる場所がほぼなくなってきてるっていうような報道を見た記憶があるんですけれども、あれは一体この先どうなるのかっていうことと、その東道壁がですね何百億円か確かかけて作るとか言ったはずなんですけど、どうもなんか破産したっていう話も聞いたんですが、それについてどうなってるのか、もし知っていれば教えてください。あんまり詳しくないけど、今日はその400トンの水をか毎日かぶしてるんですよね。それから、トリチウムだけが、取れないんですよね。でアルプスっていうのがあって、それで他のものは取ってるんだけど、取ったやつをどこ置いてるかって、そのやっぱ置いてる。であそこにいるのは汚染水だけでトリチウムだけ入ってる水なんです。でこの水をともかくこの
海に流したくて、漁協が絶対反対するから、現在漁協の確認が取れてない。さすがにトリチウムの水が流れ始めるからもう福島の漁業は終わりだってみんな思ってますから、さすがに福島日報、福島県もそれは認めない。したがって溜まるだけ、トリチウムだけが入った水がずーっと溜まる。あ、場所はまだまだあります、大丈夫です。大丈夫です、とことんまでやった方がいいです。もう恐るべきです、出すぐらいだったら溜めてるからまだいい。みんなそう言ってます。ここから先もずーっとやるんですから、基本的に人はそんなにいない。これでもチェルノブイリの帰りも人多いんですよ、まだね。チェルノブイリはもっと少ないんです。それでもそんな、で、それは、で、こう流れる水でしょ、流れる水を上、凍土壁で止めようとしてるんでしょ。でも凍土壁ってともかく、まあ、僕あんまそんなに聞いてるか、あんまり医者だからあんまりそういうの分からないし、ともかく、初めてやってるんですよね。あんなのは技術水準から、ちょっと工学系の人に聞いたんだけど、とか実験しないでやるね、実験できないんですよ。実験しないでやるような土木工事ってのは大体ダメですって言ったじゃん。全くそうなんですよ。今度からやるでしょ、この突っ込んで。昨日でしょ、レールができてるんで。レールの先どうなってるか全然わかんない。で、全く実験ができない。予測不可能なことを今も、東大市もそうだし、とりわけ中の、まあ、汚染水に関して東大を出さないようにして、こう溜めていくしかないんですよ。延々と溜め続ける、いつまで続くんですか。基本的には取らない限りは延々と続くんですよ。塩化炉と同じで何万年だって行きますからね、燃え続けるわけです。恐るべきことをやってるでしょ、そう考えると。まさにあそこが全く動けなくなる、全く汚染のまま何億年ということはあり得るわけです。何万年ということが起こり得るんです。したがって凍土壁でいくら止めても、その冷やすという事態は絶対変わらないわけです。流れないんですよ。要するにこっちが流れないと止めてるだけで、やっぱりこ本体のこれを冷やすというのはもう変わらないわけです。常にその汚染水はあるというふうに考えなきゃならないから、凍土壁は本当に流入するやつを止めてるだけだから、ほとんど全体があるから全く意味がない。どっちにしろそのトリチウム以外のトリチウムを含んだ汚染水をずっと溜め続けていく以外にはできない。将来的にこの本格的に取り始めた時、やっぱり再油圧、再爆発の可能性常にあります。例の再稼働問題でいうと、再稼働は今2カ所で行われてますけども、再稼働の状態では、鹿児島とそのところは、あそこの5キロ以内の周辺の人には全員甲状腺の薬が配られています。大体3年半です、薬の期間。それを3年ごとに安全袋に置いといてください。それを再稼働するところに来たって、順番にトータルで35万人分全部再稼働したらね、に配り続ける。それを3年ごとに交換していく。福島でダメだったのは自治体が抑えてたから配りきれなかった。当たり前ですよね。今度は個別に一人ずつみんなこうやって住民を持って行ったら配ってくる。これを今再稼働の周辺では全部やる。安全じゃないよと言ったんですよ。おかしいでしょ。安全だったら配らなきゃいいんじゃないかって。そんな恐ろしい。もう一回やってもいいと思ってる。ちょっと逆に考えると、それだいたいあれ飲んでね。1回分ですからね、1回分しか飲めないから意味ないんですよ。やっぱり毎日飲んで抑えて、その間に逃げるって方針ですから、ね、1回分だけ置いておいても全く意味ない。にもかかわらず、やっぱりもうさすがに1回分だけでも配ろうと。1回飲んで、福島の方で共同診療所は住民に対して、将来に備えて、やっぱり甲状腺末を個別に50円でお渡ししています。待っている人います。ありがとうございます。3年後から始まる本格的なやつに備えて全員が持ってたというように今考えている。それぐらいの危機感をやっぱり持って爆発しないのは爆発なんだからさ、今度はもっとひどくなるよ。はっきり今度は核兵器とかありませんから、今度はこの中じゃないから本当に出すんですからね。
そういうことを考えると技術の水準、本当にねもう恐るべき状態、恐るべき技術困難なんてこうちょっと当てて利益数が少なくなるようなまだこんな雰囲気ですからね。そういう状況が続いてるんじゃないかというふうに思います。はい、今回はですね、まあ、診療所から呼びかけられている、まあ、署名を全国で、まあ、東京でもいじめとか聞きますし、やっぱりタブーにせずに問題にしていく、診療所から呼びかけてるじゃん、みんなが呼びかけてる、福島県民が呼びかけてるなので、ちょっと、みんなで、署名を通してまず会話をすることから始まれば全然違うんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。最後に、行動定義でプログラムの後ろに東京都が一番ひどいっていうことで、仲間と一緒に住宅支援を実現反対で2月中に都への申し入れを検討しています。あと署名集め、これは、私が、行きますので皆さん一緒にやりましょうということで、阿佐ヶ谷駅、2月11日あります。で2月19日総掛かり行動で日比谷で大きな集会ありますので、その集会の時門前でやりたいと思います。それから、2月16日の朝から市民講座というやつで、3月1日、これは私たちも頑張って取り組みますけど、福島オリンピックどうすんだ 3.1 怒りのしゃべくり場 in 東京ということでやります。で3月11日はこれはお手元にチラシを、配布しました。福島で、この日にやるということが重要なので、郡山で開催されます。ぜひ皆さん一緒に行きましょう。で翌日被爆医療福島シンポジウムが開催されます。そして3月20日これは、代々木公園ですので皆さんで、参加しましょう。多分道路美とか、がブースを出すと思いますので、そちらの方でまた再開できたらと思います。ぜひ、頑張っていきましょうということで、この場は終わりにして、交流会参加される方はこの、入り口周辺に集まってください。ぜひよろしくお願いします。多分、杉井先生は皆さん呼んでいただけたらどこでも講演会してくださると思うのでよろしくお願いします。今日はどうもお疲れ様でした。すみません、この方で診療所の看板を厚生が協力いただいたらお願いしたいと思います。国がやるべき医療を福島診療所みんなで作って、みんなで運営している病院ですので、ぜひお願いします。こちらの署名まで立てられてない方いらっしゃったらお願いします。看板の方はこちらに入れてください。